中に入れちゃって揚げちゃうよっていう。ベーコンの中にお豆腐を入れる。逆です。あ、逆。あ、やばいやばいよ。はい、どうもこんにちは。こんにちは。久しぶりです。久しぶり登場やね、本当ね。今日ちょっと服装が違うんですよ。そうそう、これはね、あの道後の道後のね、あの実演販売で。ああ、はいはい、うん、汗行ってきました。どんな感じなんですか、デザイン。いきますよ。せーので、よいしょ。おかっこいいでしょ。安丸のロゴ入ってますね、うん、はい、ということで、うん、ハンバーグの動画でご紹介した安丸だし、うん、せっかち母ちゃんの、はいはい、ふりかけるだしもうできまして、はい、これを使ってまた、もう母ちゃんが作ってたお料理をここで作るんですけど、ありがとうございます。はい、お豆腐をとベーコン、うんうん、ベーコンをお豆腐の中に入れちゃって揚げちゃうよっていう。ベーコンの中にお豆腐を入れる。逆です。あ、逆。早速作っていきましょう。はい、レッツゴー。じゃあ材料は豆腐、ベーコン、ごめんなさい、チーズもハサミじゃなかったんで、スライスチーズ。チーズ好き。チーズ好きやね。チーズ好きですか。結構挟むね。そうですね。じゃあやっていきましょう。まず豆腐をですね、半分に切っていきます。はい、この半分ですね。もう切り切らないな。はい、これは難しいな。これ何豆腐の重めの方ですかね。切っちゃいます。半分ぐらいね。はい、よっしゃ。おお、いいね、いいね、切れてるね。これ結構ウキッチョで有名なお出汁がいい感じで切れております。切れてないやん。ちょっと。OK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  いいぞ。あー、 OKOKOK。 はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ベーコン開封します。はい、ベーコン。あ、こんなのあったんだよな。そうですよ。あ、ちょっとちょっと、これもやばい。悪そう。いいな。ベーコンを敷き詰めて、うわ、いい匂いするな、ベーコン。で、チーズも挟みます。これでまた、うん、気をつけてくださいね。お、サンドします。お、サンド。はい、間違えた。間違っちゃった。こっちだ。こうです。あ、難しいな、これ絶対。あ、お、お、だ、見えなかったね。はい、よいしょ。いいね。割れとる。まあ、いっか。うん。で、小麦粉をつける前に、はいはい、ふりかけるだし。ふりかけるだし。はい。あ、もう、まんべんなくですね、こう、もうつけてあげます。あ、いいね。で、小麦粉を、うん、ちょっとつけていただけますか。はい、つけましょうか。まぶしていい感じですね。はい、もうちょっともう揚げるんで。あ、そうかそうか。全体につけます。はい、で、もう一回それで味付けしたけど、はい、結構手が汚れるっすね。あの、手袋があった方がいいかもしれないです、うん、もういい匂いやっぱり出汁に。いや、香りが本当にめちゃくちゃいいです。いいね、作ってるよ。で、卵につけて、はいはい、パン粉につけて揚げていきます。よっしゃ。よいしょ。うわ、難しい。小さかったかな。そうですね、ちょっと大きめの器の方がいいかもしれないです。あとはかけるか、ええか。でもいい具合にね。そうですね。あとな、どうかな。 OK、 やろうか。よいしょ。大丈夫ですか。何ですか。何が起きたの。あ、やばい、やばいよ。これは、この失敗ですよ、失敗。失敗はつきものってね。そうですね、仕方ないです。
まあ、とりあえずこんな感じでできたら揚げていきます。はい、揚げましょう。揚げていこう。はい、さあフライパンに油を注ぎます。はい、油投入。それで高須か無駄になった。これはもうやっぱり豆腐もねえ、やめなきゃいけないです。そうそうそう、はい、置いとくんすか。置いとく。おまけのシーンでぜひ見てみてください。ああ、ぜひぜひ。じゃあちょっといきますね。はいよ。すごそうだな。おお。おお。油の飛び散りとか大丈夫かな。はい。あお。油って言ったら矢先に飛んだね。これがいいきつね色になるんですね。そうです。頑張れよ。ガスタ。うまいな、やっぱ器用やね、やっぱ。優しくしてるだけです。ごめんね、結構慎重にやってあげないと、デリケートなので豆腐ちゃん。はい、たくさんみたいな感じでいっちゃうと。って言ってもダメっていうやつやな。そうです。いいですね。はい、ということでこれ揚げていきます。はい。はい、はい、できましたよ。お、どんな味がするんですかね。そうだね、でも見た目もうまそう。確かに、うん。じゃあ早速母ちゃんいただきます。いただきます。おいしい。これうまい。カタスか。はい、うまいよこれ。おいしいです、うん、豆腐にしっかり味がついてるんで、うん、ふりかけるだしの本当に、お豆腐なのでヘルシーで、うん、お腹持ちもいいと思います、うん、でもこれが表面にかかってるだけで全然味が染みてますね、うん、何にもかけなくてもいいぐらいです、うん、まあ、お好みでソースと醤油とかかけてもいいんじゃないかなというふうに思います。そうですね。豆腐ベーコン揚げ、うん、母ちゃんのふりかけるだしで、うん、ぜひ作ってみてください。ぜひぜひやってください。一応ホームページのリンクから購入できるようになってますので、ぜひ買ってみてください。はい、お願いします。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。お願いします。ダメダメやん。